おはようございます、ドリキンです。本日も散財小説をご覧いただきありがとうございます。4日目ですかね。この景色を見るのは3日目かもしれませんが、だんだんこの景色が見れ、今日が最後となると寂しく見えて思いましたが何言ってるか分からなくなってきましたが、寝ぼけてますが、今日でウォータールーを去ります。でですね、僕はもう本当に生まれ変わりました。こういう箱は今回の空港で買った AirPods Pro の箱ですけど、こういうのはちゃんと断捨離していきますが、これは、残しておかないと。この耳のやつはそもそもこれじゃないコンプライ使ってるんで、これはもういいんですけど、何気にこの Apple の製品に入ってる USB-C ケーブル、これ最高の USB-C ケーブルなんで、これはね、捨てちゃダメです。なんかApple のストアとかでも純正でも売ってるんですけど、このケーブル何気に USB-C ケーブルとしては一番良くて、何せめちゃめちゃ細くて、ナイロン系のやつで質感良くて最高、軽いし。でこれ1メートルのやつと2メートルのやつがあって、2メートルのやつは結構ぶっといんですよ。で、データ転送も早いんですけど、この1メートルのやつがポイント、注意点は 65W までなのと、 USB2.0 相当の 480Mbps しか出ないっていうので、充電用として最強なんですけど、データ転送としてはちょっと物足りないっていうところは、気をつけてください。で2メートルのやつは 240W までいけて、確か転送も早かったんですけど、結構いきなりぶっとくなるんですよね。この質感なんですけど、太さが 1.5 倍ぐらいな感じで、急にちょっと取り回しが悪くなるんで、僕は結構この1メートルタイプ、充電線用としては好きです。ただ、データ転送できないんで、まあ、最近はこのハギビスの方が気に入ってますけど、でもハギビスもっとこのナイロンの部分ぶっといんで、2メートルのやつ、アップルのやつは純正の2メートルでもここまでぶっとくはないんで、まあ、悩ましいところでありますけど、ともあれこれは捨てないでください。ちょうど9時ですね。そうだ、今日天気予報で雨って言ってて、あ、確かに降ってる。みんな傘差してないですけど大丈夫かな。居酒屋どんぶり、ちょっとこれ改装してるのかなんか改修してるのかちょっと分かんないですけど、結構日本食屋さん多いんですよね。なんかオフィスの隣もラーメン屋さんが2軒ぐらいありました。何気にこのイエティカフェが気に入ったんで、あ、9時開店したばかりなのにめっちゃ混んでます。ここ大人気なんで今日もこっちにやってきました。昨日と同じ場所ですけど、今日はちょっと一人です。一緒に来てた同僚はもう空港に向かっております。ということで、ここのベーグルが気に入ってしまいましたので、昨日と同じメニューで行こうと思います。なんかサンフランシスコ来た当初はこういうカフェが結構あったなっていう感じの、懐かしい素朴な感じなんですよね。今時のサンフランシスコのカフェみんなおしゃれすぎて、ちょっとこのローカル感が薄れてるんで、ちょっと懐かしいねっていう話を昨日同僚としてました。このベーグル待ちがこの人形っていうのもちょっとおしゃれですよね。気づいたらもうほんとここ大人気すぎますね。いっぱい人集まってきました。来たー、このベーグルがちょっとやみつきになりました。一番人気だと言ってました。いただきます。これとかワークハウスって書いてある、多分コワーキングスペースじゃないかと思うんですけど、結構カフェでもおじいちゃんたちがめっちゃ IT 話してたし、やっぱ IT 盛んですね。街並みはこんな感じです。なんとか雨止んでくれたっぽくてよかったです。昨日もアフリカンフード食べたんですけど、結構アフリカンフードショップとか、なんかアフリカンの人多いのかな、
なんか街中は確かにちょっと見かけるような気がします。さあ、お世話になったクラウンプラザホテルもちょっと一回部屋戻ってチェックアウトしてオフィスに向かおうと思います。はい、じゃあ、荷物が少ないと、部屋の片付けというかチェックアウトの準備も楽ってことに気づきました。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ということでお世話になりました。チェックアウトしてオフィスに向かいます。なかなか毎日通ってたんですけど来れなかったこのザ・ショップス、ウォータールタウンスクエアって書いてますけど、結構夕方になるとここで若者たちが集まって、なんかちょっとしたパーティーではないですけど、なんかいろいろフリマみたいなのとかやってたんで、まあ、ちょっとまだ開いてない気がしますが、出社がてら覗いてみようと思います。一応やってるのかな。フリー Wi-Fi の充実素晴らしいですね。なるほどなるほど、こんな感じですか。大きな薬局とか本当にショッピングモールって感じですね。やばい、シンプリーフィックスイット、なんかガジェット屋さんでもスマホ修理屋さんですね。見つけました。残念ながらカメラ屋さんはなさそうですね。本当街のスーパーっていう感じで、すごい住みやすそうですね。かなり路面電車が充実してる感じで、なんかかっこいい新しめの電車が走ってるんで交通の便も良さそうです。金牛、ちょっとなんか日本っぽくない名前の気もしますが、ジャパニーズグリル焼肉って書いてます。っていうか晴れて良かったです。晴れてっていうほどじゃないですけど雨やみました。日本食レストラン。ちょっと日本の料理をトライします。ちょっと天ぷら弁当。ででーん。突然ですが空港までもう着いてしまいました。今ちょっと同僚と2人でレンタカーで、トロント空港まで来てレンタカー返却してチェックインも済ましたところです。なんか同僚はもうタバコ吸うんで俺は、行くって言って、しかもラウンジに行ってしまったんで、ここからはまた一人で動画を撮っていこうと思います。セキュリティ的なものはもうあっさり抜けてしまって、なんかブースタージュースっていうなんかジャンバジュースみたいなものがありますね。ここはなんかスナックのお土産屋さんですね。ガジェットショップないかな。あのスーパーマリオの本がめっちゃ気になるんですけど、子供向けのパズル的なやつですかね。ガジェットはないんですけど薬が自動販売機で売ってます。この先行くともう搭乗口なんですけど明らかに何もないですね。やばい、結構こっから2時間ぐらい時間を潰さないといけません。せめてなんか写真撮りに行きたいんですけど多分出れないです。出れんのかな。おお、やばい、なんか鳴った、怖っ。あー、反対側のゲートの方がもうちょっとお店的なものがありそうですね。なんかこういう感じの結構見下し系のなんかちょっとした食べ物、軽食売りが充実してますけどガジェットがない。ついに見つけました。あ、 GoPro Hero 11だ。さすがに13まだですね。これ結構すごいですね。 iPad とか Galaxy Tab とかいろいろ大物売ってます。大物は売ってるけどさすがに僕が欲しいものはないっていうか買いませんけど、特に買うものはありません。坊主気になるな。あー、ギャラクシーバッツ2プロがありますね。サンフランシスコ空港であったらちょっとこっち引かれたかもしれないですね。あとは特になさそうです。 Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over.
はい、ということで、今サンフランシスコ空港に戻ってまいりました。でこれ一応今回の旅で最後一回やってみたかったのが、あのホテルの部屋とか家のソファーではなくて、どっかこの外の状態でも、このなんていうんですかね、置き取りピンマイク状態でちょっとすごいちょっと話すみたいな、これある意味 KC9STATのなんかスタイルに結構回帰してるっていうか、なんかいろんなところにこうカメラをボンと置いて固定して、結構語るみたいなスタイルで、これをちょっとスーパーワタレックになって、ひっそりとやってみたいなっていう野望があったんで、最後の最後今サンフランシスコ空港に戻ってきて、もうね12時前ぐらいです。ちょっと30分ぐらいフライトが遅れたんで、11時、着陸したのが11時33分とかだったんで、今ちょっとこの場所を探すのに、10分ぐらい手間取ってたんで、そんな感じです。今 iPhone でこうモニターもしながら、無事撮れてるって感じです。はい、ということで、一応火水木金だから今4日間ですね、まあ、ほぼほぼ今週平日は、カナダに出張で、行ってきて、まあ、無事に帰ってきたという感じです。まあ、まだあと家に帰るまで、最後の最後まで油断はできませんけど、まあ、ほぼほぼで、今日は一応朝一ベーグル食べて、オフィス行って、で3時ぐらいまで、ずっとミーティングしてて、でなんかもう一人同僚が、まあ、結構多くの人は昨日のうちに、昨日の、あ違う、今日の朝かな、今日もう出社せずに今日の朝で、大体来て一緒に来てたあの同僚は帰ってったんですけど、一人だけあの僕が夕方の3時、ま、午後の3時まで、で午後の4時まで会議が残ってるっていう同僚がいたから、まあその同僚もあって、で一緒に、僕のレンタ借りてるレンタカーで帰りに一緒にドライブして、で、空港まで来てみたいな感じで、帰ってきました。なんかすごいもう昔から知ってる同僚なんですけど、意外と一対一で話す機会がなくて、なんかいつも会議とかではよく一緒になるんですけど、顔もよく知ってるし、お互い別に知らない仲じゃないんですけど、すごい帰りのドライブで1時間半ぐらいですかね、結構いろいろ話し合ったら、意外ともっと話してた方が近、すごい近しいところで仕事してる割に意外と接点がなかったねってことに、今もだから帰り際にちょっと僕トイレに行ってから帰るからって言って別れたんですけど、なんか改めてちょっともうちょっと今後いろいろ話しましょうみたいな感じで言われて、やっぱこういうなんかいろいろ、まあ、出張の機会ってもちろん現地の同僚と話すっていうのももちろん大きな目的になりますけど、なんか一緒に行った出張に一緒に行ったメンバーが意外と仲良くなるっていう、まあ、あるあるだと思うんですけど、機会が持てて本当に良かったなと思います。やっぱりこうバランスですけどね、リモートでやるのとこうやって直接会ったりするのとのやっぱりバランスが重要だなと感じました。非常に当たり前のこと言ってるかもしれませんが、はい。で、今日昼は、あそう、昼はカナダの同僚というかチームのメンバー連れてなんかランチに外に出たんですけど、なんかどっかおすすめあるって聞いたら、日本食かなみたいな、他の同僚は高一を連れて日本食に行くのかみたいな、日本人だぞあいつはみたいな雰囲気だったんですけど、でもまあせっかくだからじゃあカナダの日本食のクオリティを僕が見てあげるよみたいなことを言いながら、日本のなんか定食屋さんみたいに行って天ぷら弁当を食べたんですけど、まあ天ぷらは悪くなかったみたいで、なんか点数をすごい聞かれて、どのくらいかどのくらいかって言うから、まあなんか天ぷらも美味しかったし全然悪くないねみたいに言って、まあお茶を濁すわけじゃないんですけど、まあそんな感じで最初答えてたら、10点中何点だとか言われて、と思って、それになるとあんまりなんか9点とか言えないなと思って、いやそこまで言うんだったら
ちょっと厳しめに言えば天ぷら自身、これ本当なんですけど、天ぷら自身は美味しいんだけど、天ぷらとかなんか普通にご飯はでもなんか玄米ご飯みたいな感じだったんで、あの白米ではなかったんですけど、なんか天ぷらのタレが若干こう甘すぎて、ちょっとこう多分いかにも海外である天ぷらつゆみたいな、天つゆみたいな感じだったんで、天ぷらのつゆが惜しかったねみたいなことは言って、じゃあ点数はってすごい聞かれたから、まあじゃあ7点かな、6点かなぐらいの感じだったんで、一応ちょっとなんかすごいこうあの気にしてたんで7点って言ったら、なんかガッツポーズで喜ばれて、そんなと思って、おっしゃーみたいな感じで喜んでたりとかして盛り上がってました。盛り上がってるのか分かんないけど、あとなんかオフィス戻ったらすごいあの若いまだ20代のエンジニアが結構集まってて、なんかあの俺高一はなんかスープラ乗ってるらしいじゃんぞみたいな話で、なんかちょっとあの声かけられて話したら、なんか若者世代だけど結構ああいうスポーツカー好きがなんか結構多く、まあ意外とやっぱりカナダとかやっぱり車社会というか、サンフランシスコはどうしてもなんか狭いんで、まあ、車持たずに全然生活できるし、まあ、車なしで生活するスタイルとかも結構流行ってるし、まあ、持っててもテスラみたいなあのパターンが多いんで、あまりそういう車の話をする人があの少ない印象だったんですけど、やっぱりカナダとかもやっぱ車移動が多いからか、車好きの若者多くて、なんかすごいいろいろ聞かれて、いいなとか、すごいかっこいいねとかすごい言って盛り上がって、それもなんかすごい良かったです。はい、っていうひたすら出張の、僕の出張の感想をここまで細かく述べて、面白いかどうか分かりませんが、そうそうそう、一個衝撃的な話があってですね、これもまあちょっと iPhone の発表が今日がもう8ですか、だから明日ぐらいにはもう、じゃ今日これ前日か、じゃもしかしたらこの動画が出てる頃には下手したらもう発表されてしまってるかもしれないんですけど、iPhone16 の噂話をランチにして、僕全然なんかあの噂系とかも最近あんまり積極的に見ないというか、あの発表楽しみたいので、全然 iPhone16 がどうなるかっていう話は追ってなかったんですけど、これもうなんかこのお前プロ散財家とかガジェットレビューとか言ってる割にその情報の古さどうなんて突っ込まれるかもしれないですけど、常識なのかもしれないですけど、同僚にランチ行った時になんか iPhone16 はプロが従来の MAX サイズになって、 MAX がさらに大きくなるみたいに噂出てたけどどう思うって聞かれて、ちょっとあまりにも衝撃で開いた口が塞がらなかったんですけど、最近再三言ってるように僕はもう今回はもう従来のプロサイズ、ちっちゃい方の iPhone を買って、絶対もうプロマックスのサイズはちょっと本来の快適なスマホのサイズ感を超えてるって、持論としては気づいたんで、もう絶対ノーマルサイズを買うぞって息巻いてたのに、まさかのノーマルサイズがマックスサイズになってしまうと僕の理論が崩れて、どうしていいのか分からなくなって今衝撃を受けてるんですけど、これは皆さんの中で常識なんでしょうか。そしてもうその答えはきっとこれ明日ですよね。今日が、まだか、今日 9月6日でした、金曜日だから、これ9月9日だからまだ3日後ぐらいなんで、じゃあちょっと少し噂話で盛り上がれるかもしれませんけど、そんな話、まあ、意図的にそんなにその話をこう積極的に拾いに行ってないからか分かんないですけど、そんな話になってましたっけそんな話ちょっとあまりにも衝撃で、でもこのもう発表の数日前にそんな噂になってるぐらいだったら結構信憑性があると思って、だから同僚にも、あ、そういえば結構レビュー、なんかここ数年はもう発売前に iPhone ケースレビューしてくださいみたいな、中華系のケースレビューしてくださいメールとかいっぱい来るんで、ただそういうのも基本的には全然スルーしちゃってたんですけど、改めて見てみたら確かに明確にケースのそのサイズ感とかは書いてなくて、なんかそこら辺はなんかスクショみたいなのは、ケースのスクショみたいなのはあるんですけど、これがマックスなのか無印なのかも全然わかんないような感じになってるんで、
ちょっとそこは分かんないなと思って、なんせちょっと衝撃を受けました。無印がプロマックスサイズになっちゃうの本当にショックで、せっかくこの iPhone 13 Pro のサイズ感は、ただ今バッテリーが切れちゃったんで、ついにあのライトニングケーブル出して充電してて、本当ねライトニングがねなければもうぶっちゃけ USB-C だったら13 Pro のままでもいいんじゃないかぐらい十分快適に使えてるんですけど、困りました、皆さんの感想でも別にプロマックスがマックスサイズ、無印プロがプロマックスになっちゃったから買い替えようと、まあ買い替えないっていう人は全然15プロ15世代でも USB-C になってれば全然スキップありえると思いますけど、例えば13プロとかの世代の人だったら、まあ安倍先生も13プロで偶然にも今お揃い状態であの機内で動画拝見してたらなんかちょっと悩ましいみたいなこと言われてましたけど、やっぱり13プロからあのアップグレードしようとしたらあの他の部分でアップグレード不可避なんで、マックスサイズなんでちょっと衝撃なんですけど、はい、っていうことに衝撃を受けておりますという感じで、今日はちょっとコメント返しができそうにないんで、もうこれでUber でもう家に帰ってしまいますが、そんな感じで4日間水木火水木金4日間の、出張第1弾、ちょっとこれから出張がこう結構、次日本で次ロンドンでみたいな感じで、でその後パリフォトみんなで行ってみたいな感じで、結構11月ぐらいまで出張とかあの旅行が続くんで、何せ体力と体調には気をつけていきたいんですけど、一応大丈夫だけどなんかちょっとやっぱり乾燥でまた喉がやられそうな気もしないでもないので気をつけたいと思います。あの油断して寒いところで寝落ちすると最近は一気にこう喉やられがちなんで、気をつけたいなという感じです。まあ大丈夫ですけど、あの今回に関しては大丈夫だと思うんですけど、ということで本日もご視聴ありがとうございました。あのまた明日今日はコメント返しできなくてすいません。今夜の12時前ぐらいのサンフランシスコ空港ですが、やっぱりサンフランシスコは寒いですね。まあでもカナダも夜になると日が落ちると一気に寒くなってたから、まあ、ちょうど同じくらいの気候だった気もしますね。しかし降りて目の前までウーバーが来るようになってくれたみたいで、それは楽ですね。Yeah, it's such a clap. And I'm such a clap.